はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員くつわりょうじでございます。今日は3ヶ月ごとのですね、肺がん検診、検診定期じゃなくて定期検診でした。再発してないかどうか検査するんですけれども、まあ不安で前日寝れないのは毎度のことで、今日も朝4時に目覚めちゃって、やっぱり再発してますねなんて言われちゃうの不安じゃないですか。待合室で NHK がずっと長崎追悼式典特集やっておりました。かなりの長時間ね。私テレビ持ってないもんで、NHK はどういう放送してんのかな、眺めておりましたけれども、被爆者で作る平和の歌の会、人数がピーク時の3分の1になってしまったとか、時間の経過と事件の風化に NHK はだいぶ危機感を感じているようでした。いずれ被爆者がいない世界にとかも言ってましたんで、まあ字幕ですけどね。そういえば日本からっていうか広島長崎の被爆者が、いなくなれば時間とともにね、世界中から誰一人いなくなっちゃうんだな、唯一の被爆国だからな、77年経つんで、まあそうでしょうね。直接の被爆者どころかですね、おじいさんが、おばあさんが、親が、おじ、おばが、兄弟が被爆したなんて方もいずれはいなくなるんだろうな。現在の米国民のほとんどがですね、当時は未成年または生まれてもいなかった方々であります。当時の成人は97歳ですんで、まあほぼいない、まあいる人もいるんでしょうけれどもね。なので日本人はですね、謝罪しろ賠償しろなんてことは言いません。同盟国でもあるしね。今の米国民に何の責任もないって思うので、だって生まれてもなかったんだから、いうことでね。未だにうるさく言ってくる恥知らずどもとは違うんだよな、恥知らずどもとはな。何その当時赤ちゃんだった人なんかはいるかもしんない。77歳、78歳、とかでね。そんなね、生まれて間もない赤ちゃんだった人に、その当時のことの責任取るなんて、そんな無茶すぎでしょ。そんな恥知らずなことは、世界唯一の誉れある帝国民の日本人にはできませんだよね。全くいつまで言ってんだって言ってるやつどもは、いう話なんですけれどもね。毎日新聞、韓国で原爆犠牲者の慰霊式、被爆者、日米の謝罪ない、と訴え、まだ言ってるよ。いつまで言ってんだ。何言ってんだって話なんですけどね。ネットの反です。何言ってんだ。米国に言えよ。勝手に日本に住んでたんだろ。これですね、あれだって、その当時、広島や長崎に住んでて、戦後にね、韓国に引っ越してった連中らしいんですけれども、なんで日本が謝罪すんだよ。なんで日本にいたの？日本も被害者なんすけど、いうことで、その当時は日本国民だったでしょうよ。大日本帝国朝鮮地方出身者の日本人だったんだからね。それに日本に住んでくれて誰も頼んでないですよ。誰に謝されるんだってね。当時成人してた人なんかほぼいないですよね。97歳。仮に当時成人してたとして、それがね、その二十歳かそこらの人が原爆投下の責任の何があんだって話なんですよね。先祖のことで子孫が謝れっていうのがね、いつまで言ってるんです。そんなの死んねえよってそろそろ言うべきですね。日本人もね、死んねえよね、そんな昔のこと、いつまでもいつまでも言ってるバーガーって感じなんですけどね。長崎の追悼式にも左翼の妨害が押しかけんのかな、思ってましたけれども、ネットで検索してもさほど出ないみたいであります。広島で評判悪すぎて自粛したのかな。左翼ってツイッター大好きですもんね。
あまりにツイッターで評判悪いと、やっぱりやめようが、評判悪いわ、逆効果だわ、なんてことになるんでしょうか。それとも広島で燃え尽きて体調崩したのかもしれないですね。なんせ皆さん高齢なんでね。7月31日、日教祖のなんかの活動だそうなんですけどね。おじいちゃん、おばあちゃんたちが体育座りでなんかやってんですけど、上りにですね、みんなで止めよう愛国心教育って書いてありますよ。何言ってんだってお前らは。この人らの親はもういないでしょうけれども、みんなね、70以上みたいな顔してますんで、ご様子ですんでね、この人らの親はもういないでしょうけれども、親が見たら泣くよね。子供が、自分の子供が成長しておじいちゃんおばあちゃんになった時に愛国心教育やめようとか呼びかけてるわ。親が泣くわって話ですよね。無駄に長生きしてね、こういう人ら。病院待合室後ろの椅子のお母さんと娘さんの会話がちょっと聞こえちゃってですね、結構大きな声で話してたんで、なんと話に聞いてたんですけれども、お母さんだって硬いんだもん、娘さんそれ食べ物じゃないって言ってるでしょ、お母さんて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 ん、娘さん病院終わったら何か食べようか、お母さん美味しいものならいいけど、うふふふふ。お父さんは何食べたいの、娘さん、お父さんは今他の病院に行ってて、食べてきてって、何食べようか。お母さん、お父さんに聞いてみて。娘さん、お父さんは別だってば。お母さん、だって、硬いんだもん。娘さん、だからそれは食べ物じゃ。わずかな間でしたけれども、まあ、勝手に聞こえちゃったんで盗み聞きってわけじゃないんですけども、お母さん、何食べようとしてんだろうな。で、娘さん、それ食べ物じゃないって、食べ物じゃない何かをお母さんが食べようとしてて、だって硬いんだもん、食べらんなくてもしょうがないでしょ、みたいなニュアンスなんですけどね。美味しいものならいいけど、うふふふふとか言ってんですけど、日頃そんなまずいものばっかり食ってんですかみたいな、ちょっと気になって気になって気になって、まあ、ちょっとお母さんはですね、こう言っちゃ悪いですけど、ちょっとボケ入ってる感じ、認知症な感じなんですけれども、何が硬いんだというのが気になって気になって気になって仕方のない8月9日の午後であります。安倍総理が襲撃されて今日で一月経ちます。早いな。何を食べてもですね、まんじゅう食っても果物食ってもジューシーって、ツイートしてまして、語彙の少なさを指摘されていましたけれども、これは意図的なギャグだったかもしれないですね。相変わらずテレビ新聞は山上が悪いじゃなくて統一が悪い、ズブズブの自民が悪いって叫んでますけど、一番悪いのはもちろん山上ですよ。親が宗教にはまってひどい目あったからといったって、誰もね武器を自作して、何の関わりもない何にも自分と接点ない人間殺そうとしねって、次にですね、宗教にはまって子供を不幸にした山上母が悪いと思います。宗教にはまんならいいけどさ、子供に迷惑かけるようなことをすんなよな、私は思います。その次は統一と安倍総理を山上に同一視させた、思い込ませたテレビ新聞でしょうね。テレビ新聞の中の人の犯人、安倍がやってた連中は多すぎて、裁けないが、まあ裁けるとしたら殺人教唆ってことになんのかな。山上をそうやって洗脳したっていうことでね。茂木幹事長、統一教会との関係を点検し事実確認し適正に関係見直しを、自民議員に通達を出す方針のようであります。さらにですね、今後は関係を持たないことが基本、原則みたいな、
まあやむを得ない場合はやむを得ないってことなのかな、延期り宣言でしょうね。岸田総理、私の内閣では統一教会との関係の点検は全て自己責任、嘘の申告が発覚すれば即刻罷免、その後は人事の対象外にする。まあ私の内閣ではつってますから、まあ、大臣副大臣政務官、あと政調会長幹事長、総務部長とか党人事なんかの話してんだと思いますけれども、なんだ自民党除名の話じゃねえのか、次は公認しねえからっていう話じゃねえのか、つうか議員辞職っていう話じゃないのかっていう、甘いなっていう意見が飛び交っておりました。ネットの話です。ちょっと見直したかも。嘘の申告したら除名が基本では、任命した責任は岸田にあるのだが、まあ大臣とか副大臣任命するのは岸田さんですからね、秘書がもう取り締まれよ、選挙の時だけ手伝いに来てるやつが信者かどうかなんて調べられんのかな、統一もだが中国とズブズブなやつもどうにかしろよ林法政、とかね。自民は公明通じて創価学会とズブズブでは、なるほどそうかもしんねえ、自民と統一を同一視させるテレビ新聞の目論みはある程度成功してるみたいですね。こうして縁切り宣言あったんですから、自民党を支える宗教団体があるとすればですね、信者数8万の、自称ですけどの統一じゃなくて神道連盟の日本会議の方でしょうね、支えてるって言うならね、政党と宗教の関わりが悪いっていうならですね、信者数800万人括弧自称、まあこれ自称なんですよ。だって比例票618万しか入ってねえんだから、信者が800万もいるわけねえんだの創価学会は公明党そのものだし、信者数200万人括弧自称の立正構成会は立憲民主党支持を公表してますよ、赤旗購読者の100万人弱、この前100万人切ったどうしようって公表はあったんですけれども、今の実数がなんぼだかはまだわかりません、は共産主義っていう邪教の信者だし、邪教かどうかを区別するのに、カルトかどうかを区別するのにですね、最もわかりやすい指標はですね、幹部と信者の生活レベルの違いだそうであります。不破鉄造の小学校より広い豪邸、ピアノを弾くためだけにマンションの一室を確保、買ったんだか借りてんだかしてる C 和夫とですね、ボロ屋に住んで無給で赤旗配ってる党員と生活レベルの違い、痩せ細ったオウム信者と声太った朝原将校であるとかですね、創価学会の生活ぶりは漏れてきてませんけれども、まあガードが固いんでしょうね。元学会員の中杉博史先生、この方ですね、2代目、会長の戸田常成さん、池田対策の前の頃学会員で、その頃の学会は今みたいなもんではなくてですね、真面目にですね、価値を創造しよう、創価ということに取り組んでたらしいんですけれども、その時学会員だった中杉博史先生によればですね、地区支部長と地区婦人部長は代替できているっておっしゃっておりましたけれども、これは真偽不明であります。そう、全員が全員ってことはないとは思いますよね。信者には製品と多大な寄付を要求する一方ですね、幹部は戒律を守らず贅沢している、この生活レベルの乖離、一般信者と幹部の生活がまるで違うっていうことこそカルトの最大の特徴だそうであります。最もわかりやすい、キリストもブッダも
弟子と同じものを食べて同じような生活をしてたそうですし、まあ納得ですよ。キリストには12人の弟子がいて一緒に旅してたみたいですけれども、キリストだけ肉食って、キリストだけワイン飲んで、弟子たちはパンと水みたいな、そんな話は聞いたことないですもんね。まあまあ、カルトの特徴、共産党なんかまんまカルトやなって思うんですけれども、いかがでしょうか。というわけで、メール会員さん、メール党員さんと地区支部長を募集しております。あと13日14日まではつべに動画上げられません。ニコニコの方で、ご覧になってください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。